情報筋8時の母の母身元をが黒中国女性連盟の解散を求める声中国の大学生が連署8時の母事件の徹底した調査を要求タイムズスクエアの中国人留学生が8時の母事件にも注意を呼びかける8時の母事件習近平夫人が徹底調査を要求 鎖につながれた女性事件とも呼ばれる、中国高訴訟助手誌の8時の母親事件が、1月28日に明るみに出てから、1ヶ月半が経ちますが、中国共産党扶助連盟など、声を上げるべき政府系機関からは何の反応もありません。最近になって、 中国本土で沈黙を守っていたエリートたちが声を上げるようになり、状況に変化が生じてきています。中国の現代詩人で、独立作家の宋天氏は2月13日 SNS で、この事件に関してまだ全国の女性組織から一言の懸念もなく、また体制内の作家、画家、音楽家も声を上げているのを見ていないと書き込みました。さらに、国家の財政はすべて、 国民が汗や血を流して稼いだ金であり、このような麻痺し、沈黙する冷血動物を養ってはいけないと指摘しました。ツイッターユーザーの陳律群さんは、総天使の訴えをリツイートし、作家総天使の提案に答え、激しく湧き上がる世論で邪悪を攻撃し、進歩する春潮を推進しようと述べています。中国の大学講師を退職した劉さんは、このような劣悪な事件、 このような湧き上がる世論に、中共政権は目をつぶり、婦女連合会や文学芸術界連合会すら声を上げなかった。本当に失望した。と話しています。婦連は干什么だ是保護妇女和儿童的利益。可是这么严重的侵权案件。全中国、所有婦連、都事而不见定而不闻。真教人不含而立。这件事在我看来就是中共这个体制。 贩卖者都有公安部门的支持，甚至直接参与。人贩子们呢，才能如此猖狂的贩卖人口，都成了产业链了，成了一门正常的生意，搞批发了。ニューサンは、人身売買は3年の懲役刑と定めてい また、まず最初に中共政権を解散すべきだと考えています。関西メディアチャイナネットの番組プロデューサーである王政教監督は14日、中国版ラインウェイボーで、鎖に繋がれた女性は李エで、私の故郷の封建では誰もが彼女は李エであることを知っていると書き込みました。彼女の夫は噛みつかれないよう、彼女の歯をペンチで抜いたと言います。村人の話によると、 夫は兄弟と父で彼女を共有していたと言います。また、政府が利益を認めなかった理由については、彼女の父親が軍人であったのに、自分の娘を守れなかったからだとし、さらに、娘が奉劇にまで誘拐され、名前は誰が変えたのか、戸籍の手続きは誰が行ったのか、結婚は誰が挙げたのか、役人が関与せずにはできないため、政府は堅くクに利益ではないと言っていると説明しました。 しかし、王政教監督のこの投稿は現在削除され、政府が地元の親戚を多数使って説得したとのことです。元中国公安の投稿兵士は、8時の母親は個別の事例ではなく、真相が明らかになれば、中共にとって災難になると話しています。 中国ジャーナリストの共同調査による書籍、女性人身売買実録では、1980年代以降、中国では人身売買が産業チェーン化し、女性の卸売市場が盛んになり、最年少は11歳だと明らかにされています。 徐州市だけでも3年間で5万人近くの女性が誘拐されています。次のニュースです。8時の母事件の後、中国共産党当局は何もしなかったばかりか、かえって情報を封鎖し、8時の母を支持する人たちを逮捕したため、さらに民間の強力な反発を引き起こしました。2月15日、ウェイボーに 北京大学の学生100人が女州女性誘拐事件の徹底調査を求めると題する公開書簡が掲載されました。書簡の中で、女州市政府の調査結果は前後が一致せず、抜け穴だらけであると直言し、北京当局に事件の真相を徹底的に調査し、女性、児童誘拐犯罪を厳しく取り締まるよう求めました。署名した人のほとんどは北京大学を卒業した卒業生です。 この投稿は公開後すぐに削除されましたが、ネット上ではスクリーンショットが出回っています。一部のユーザーはウェイボーにスクリーンショットを投稿しようとしましたが、投稿に失敗したり、クリックを制限されたりしました。北京大学、聖火大学、人民大学、石膏大学、四川大学など、いくつかの名門校のほか、卒業生が、誘拐に関心するグループを立ち上げています。 北京大学の共同声明が発表された後、ネットユーザーたちは他の大学にも追随するよう呼びかけています。現在、スクリーンショットによると、すでに多くの大学生たちが、連署の書簡を送っていますが、そのほとんどがブロックされています。次のニュースです。同時に、国内外の多くの家人も、写真や動画を送り、公に真相の徹底究明を呼びかけています。2月12日、 ニューヨークに留学している多くの学生がタイムズスクエアで徐州司法権の制度隷事件について懸念を表明する中英文看板を掲げました。看板の内容に驚いた民衆もいました。観光客のパメラさんは、とても怖い、とても恐ろしい、深く反省させるべき事件なので、もっと徹底的な調査が必要だと話しました。ロンドンの映画監督で写真家のリズワン・シバニ氏は、これにはゾッとした。 非常に理解できない。誰もこのことについて発言していないことが理解できない。と述べていました。タイムズスクエアでのイベントの主催者は、ほとんどがニューヨーク近郊の学生たちでした。イベントのリーダー講師は、参加した留学生の中には、19歳、21歳、25歳の者も,もおり、彼らが勇気を持って立ち上がり、発言してくれたことに感謝していると示しました。さらに、 どの男性にも自分の妻がいて、母親がいて、中国人として、特に中国人男性として、女州政府に対する懸念と怒りを表明する責任がある、とも述べました。クインズ大学の両公安さんは、女州の八時の母事件は、16億人の閲覧数を記録しているにもかかわらず、誰もあえて声を出せない。 私は中国人男性として恐怖を乗り越えて国に女性や子供の人身売買を罰する法律を制定してくださいと大声で呼びかけると述べました。また、同事件は台湾でも話題となり、台湾メディア、レー東電子法の合志カ会長は、このおぞましい悲劇に沈黙する中共を厳しく非難しています。最後のニュースです。民主活動家の李一平氏は2月16日、 女衆の八時の母事件の発覚により、習近平の妻である法霊園を困惑させているとツイートしました。なぜなら法は宗教文学芸術会連合会の副主席で、児童・女性教育に関するユネスコの会に多く参加してきましたが、この事件について発言しないことは正当化できないからだと指摘します。ところが、このとんでもない不祥事にどう対応するかについて、 中共の上層部の意見が食い違っているようだと言います。李氏は、北京の旧友から深夜に届いたメッセージは、膨大な情報量だったと言います。それによると、鎖につながれた徐州の女性事件で、中共の上層部に亀裂が入ったようで、法の影響力は軽視できず、この事件はまだ始まったばかりで、今後も影響が拡大し続けるとのことです。李氏によると、 北京が明らかにしたことは5つほどあります。1、この問題を隠蔽することができなくなり、彼らはこのために特別な会議を開催した。2、法霊園は徹底的に事件を調査することを決意した。このままでは顔が立たず、海外に行けないからだ。3、中国のイメージを配慮せよという反対意見が出て、しばらく抑圧すれば、その後はこの事件に誰も注目しなくなる。 4. 習近平は自分の立場を表明していない。5. 法霊園が何か行動を起こすかもしれない。この内容の審議について、ソーシャルメディアでは賛否両論があります。しかし、一般的な見方として、この事件は上層部に衝撃を与え、対応を検討している可能性があると見られています。しかし、法霊ンの徹底的に調査するという、毅然とした態度は、中共の手口と全く一致しません。 彼女が調査しようと思っても、習近平に私的に話す程度で、外部に伝わるとは思えないからです。今日